こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、夏の暑さ対策ということで、以前最強防寒術ということで冬の寒さ対策を出してるんですけど、それの夏版ですね。いよいよ梅雨も終わって暑さ本格的になってきたところで、どのように暑さをしのいでバイクを楽しんでいくかというところでお話をしていきたいなと思います。先に結論言ってしまうと、最強の暑さ対策はバイクに乗らない、以上って言ってしまうと、もう動画続かなくなってしまうので、まあいくら暑くてもね、バイクに乗らなきゃいけない、乗りたいという人もいらっしゃると思うので、そのためにまあ実際にどういう風に暑さをしのいでいくかというところと、まああくまで一例ですけど、私がどういう服装だったりね、アイテムを使って暑さをしのいでいるかっていうのをご紹介していきたいと思います。暑さに悩む全てのライダーの方に向けた動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。まずね、まあ、今回も、前回と同様3点に絞ってお話をするんですけど、まあ、防寒術では保温、防風、あと発熱ということでお話をしたんですけど、夏の場合は真逆ですね。遮熱、通気、あとは冷却になっています。それぞれ一つずつお話ししていきますが、まず遮熱ですね。実はね、まあ、これ一番重要なんじゃないかって思うんですけど、その暑さ対策という面で夏場はね、特にその最大の敵がいまして、いくらねその温度湿度が低くても、こいつがいるだけでね、暑さが段違いっていうのがねあるんですよね。そいつがね、太陽なんですよね。その昔ドラゴンボールで太陽をぶっ潰すという敵がいましたけど、まあ、夏になるとね、その人の気持ちがねよーくわかるんですよね。そのね、太陽のね、何がいけないかっていうと、まあ、一つはまあよく言う紫外線ですよね。もう一つがね、熱線、まあ赤外線ですね。これちょっとそれぞれ話すんですけど、紫外線の方はもうまあよく知られてる日焼けの元になるやつですね。日焼けのね、何がいけないかって、まあただ黒くなるだけじゃんって、それだったらいいんですけど、日焼けが良くないのはいつまでもね暑さが残るんですよね。誰もがね日焼けは経験してるんでわかると思うんですけど、意外とその太陽当たってる時っていうのは気づかないんですけど、後になっていつまでもこう熱っぽいみたいなね、体が熱いみたいなのって、まあ大体日焼けが原因だったりするんですよね。なのでまあいくらこう冷やしてあげたとて暑いのが続くと、まあこれじゃ暑さ対策にならないよねっていうので、紫外線対策をねが必要になってくるなと。でこと肌に関しては、まあ単純に太陽当たらないようにしてあげればいいだけなので、まあ半袖で乗ってる人は直接風を肌で受けて涼しさを感じたいっていうのはわかるんですけど、まあ後々のことを考えると、実は長袖の方がね良かったりするんですよね。あとはね、まあ結構見落としがちなのが、この首筋やねや、首の裏ですね。ここがね、案外日焼けしやすいんですよ。髪の毛短い場合って、ヘルメットのね、下がね、ちょうど日焼けしやすくなってるので、まあ、通年で使えるネックガードみたいのがあると、いいかなと思います。首にね、タオル巻くと暑いんじゃないのってなると思うんですけど、まあ、風通しのいい素材のものを使えば、そこまで暑くはないですね。で、紫外線に続いてもう一つの赤外線の方ですね。こいつがね、実は地味に厄介で、要はその太陽の光って当たると熱くなるじゃないですか。真夏の車の中とかね、むちゃくちゃ熱くなるじゃないですか。もう50度とか70度ぐらいまで優に上がっちゃうぐらいの、まあ、熱量をね、常にこう浴びるわけですよ。で、車であれば屋根があるので、ある程度こう日差しは防げるんですけど、バイクはもう生身じゃないですか。でそこにね、皮膚で直接こう太陽光線を受けると、熱くなりますよね。なので、まあ、紫外線と同様なんですけど、まあ、太陽のね光を直接浴びないようにしてあげなきゃいけないと。で、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、首筋だったり半袖だったら長袖を着るというのが重要になるんですが、ここで一つ注意があって、いくらねこう肌を覆ってるとはいえ、肌にこうピタピタ張り付いてるような服を着てしまうと、服が太陽浴びて熱くなりますと。で、服のすぐ下に皮膚があると、まあ、皮膚も当然熱くなりますよね。
なので少しゆとりのある服を着てあげるのがその暑さに対しては効果的です。まあその2つを踏まえると結局ねメッシュジャケットが最強になるんですよね。そのまあ状況次第ではあるかなと思うんですけど、その太陽の光を受ける面と皮膚との間に多少のゆとりがないと結局暑くなっちゃうんですよね。その点メッシュジャケットってあのメッシュになってるので少しこう厚みがある生地に厚みがある構造になってるじゃないですか、まあ、数ミリとかそういうレベルなんですけど、まあ、それだけで全然違うんですよね。というわけで遮熱ですね、まあ太陽の光をいかに浴びないか、安全性を無視してねどうしても半袖で走りたいとか、まあ、そういう人はあの朝早く走るとか夜間走るとか、まあ、そういう対策を取るしかないかなと思います。で続いて2点目の、通気なんですけど、いくら遮熱をしたとて暑いので熱はどんどんこもっていくわけですよ。なのでその熱をどんどん逃がしてあげなきゃいけないと。でまあ一番いいのは風を当ててね、冷やしていくことなんですけど、まあバイクの場合は幸い常に風を浴びてますのでそれをうまく利用してやるということで、まあ通気性のいい服を着てあげるのが一番いいですよね。まあ今あのバイクのアパレルも結構充実しているのでメッシュジャケットはもちろんですけど、まあ、下のズボンなんかもね通気性のいいものそういうのをうまく活用するといいかなと思います。なのでさっきのその遮熱のところでもちょっと触れたんですけど、こう肌にピタッと吸い付くような服って結構ね通気性悪いんですよね。メッシュ地ならまだいいんですけど、私以前あれかな動画で紹介したと思うんだけど、その冷感素材をね歌うようなもので、まあ全部が全部そうではないと思うんですけど、割とああいうのってこう肌に直接張り付いてあの冷たさをね感じさせますよみたいな多いんですけど、そういうのってやっぱ肌に密着してて、で物によっては結構こう通気性が悪くなってるんですよね。そういうのってね一回熱がこもってしまうともう冷たくならないんですよ。それが嫌でね、私そういう冷感素材のものってあんまり使わなくなったんですけど、なので遮熱のところと被りますけど、もう少しこう肌からゆとりのあるものを着てあげると、まあ、風がこう抜けていって涼しいというのがありますね。私どうしてるかっていうと、まあ、一番上はメッシュジャケットを着ていて、まあ、メッシュジャケットね別にメーカー問わず何でもいいと思うんですよね。私今エースカフェロンドンのものを着てますけど、メーカーで大きな差はないかなって気はします。パンチングレザーはよくわかりません。でその下にまあ、メッシュジャケット着てるんで別に半袖でもロンティーでもいいんですけど、スポーツをする時とかに着る速乾素材のシャツを着てます。で特にその機能性を持ってるものじゃなくてあのざっくりしたね あの素材のものを着てますね。でこれ案外風を通すのであの長袖であってもね涼しいんですよね。で実はその2枚かと思いきや実はもう1枚その下に着ていて、それがねミレーっていう、まあ、登山用品作ってるメーカーなんですけど、ミレーの、メッシュタイプのインナーシャツですね。これを着てるんですよ。ちょっとね着用画像はあの見苦しいのでお見せできないんですけど、ざっくりと大きい網目状になっていて、これがあの肌とその服が直接こう張り付くのをね防いでくれるんですよ。で汗をかくとこの網目の、ま、生地のところに汗が吸われて、ま、乾きやすくなってるというので、その汗冷えしないっていう役割もあってね結構重宝するんですよね。これもともとね冬用かなんかで着ようかなと思ってたんですよ。なんですけど、ま、夏の方が断然活躍するなっていうので、基本的にはもうこれを着て、そのメッシュインナーを着て、でその上に速乾 T シャツ着てメッシュジャケットみたいな組み合わせになってます。でズボンの方は、まあ、これ何でもいいかなと。私は別にメッシュタイプじゃなくても苦労してないので、いわゆるまあ夏向けのジーンズですね。私今履いてるの氷道のものですけど、内生地があのちょっとメッシュっぽい素材になっているんですけど、その表のデニム生地はそんなにこう薄いものメッシュタイプのものとかではないんですが、まあ今のところこれで特別暑いなって感じることはないので、まあこれで過ごしてますね。で最初に紹介した首のものはこれジャンドゥだったかなの、ネックガードをつけてます。真夏だともしかしたらちょっと暑いかもしれないんですけど、まあ生地が薄手なのでちっちゃくまとめられるし、通気性もねそんなに悪くないっていうんで、まあ、日焼け対策としてこれ使ってますね。でもうバチバチに暑くなったらこれをびちょびちょに濡らしてあげると、まあ、次の冷却のところにも関わってくるんですけど、首を冷やせて気持ちいいというのがあります。
で、最後、冷却のとこなんですけど、いくらこう空冷で冷ましてあげても、冷めきりませんよ、という時に、もう強制的に冷やしてやるしかないかな、というので、まあ一番手頃なのは水ですね。さっきも言いましたけど、バイクって常に風を受けてるので、こう水をかけて、要は気化熱で冷やしてあげると、まあちょっとね、命脅かされるぐらい冷えることもあるんですよ、場所によっては。春とかね、秋にこう雨に降られて、バイクに乗るとむちゃくちゃ寒いじゃないですか。まあ、あれと一緒で、濡らしてあげるのが、一番手っ取り早いかなとは思います。ただね、なかなか乾かないっていうデメリットもあるので、まあ、市販されているその冷却スプレーを浴びたりだとか、あとはもうちょいお金かけてね、そのバイク用のクーラーみたいの、水冷だったり、あとは、ま、ペルチェ素子使った、冷感ベストみたいのも、アマゾンとかね、楽天とかでもいくらでも売ってるので、まあ、そういうのを身につけるのがいいかなとは思うんですけど、まあ、いくらそこまでやってもね、なかなか冷やせない部分っていうのもあって、心配なのこのヘルメットなんですよね。頭って一番こう、温めたくないじゃないですか。気持ち悪くなったり頭痛したりするので、一番冷やしたい部分なんですけど、ただまあよくあるアイテムって、まあアイスのみたいなね、ものを使うと。ただああいうのって、言ってもまあ1、2時間ぐらいしか使えないじゃないですか。なのでね、まだいい手立てがないんですよ。なんで、まあ冒頭に戻りますけど、結局ね、最強の暑さ対策は、乗らない、になるんですよ。でもね、つっても、バイクに一切乗るなっていうわけじゃなくて、暑くなったら、とにかくもう休憩をする。もうこれに尽きると思いますね。私去年とかは、その市場でね、真夏にバイク一日乗ったりとかしてましたけど、2時間ぐらいでもう休憩取ってましたよ。で、もう無理せず、コンビニとかね、涼しいとこに入って、強制的に冷やしてあげる。ね、木陰で涼むとかね、そういう生半可なものじゃね、もう真夏の炎天下はね、やってらんないです。なので、まあ一番手っ取り早いのはコンビニとかスーパーですね。私のおすすめはコンビニですかね。まあそういうとこで、まあ無理せず、こう体を冷やしてあげると。なので、まあまとめると、まあバイクに乗らないっていうのもあるんですけど、全くバイクに乗らないっていうのもありっちゃありの選択肢ですけど、まあどうしても乗りたいと。あとはまあ乗らなきゃいけないっていう場合は、こまめに休憩を取ると。できるだけ涼しい場所で休憩を取るっていうところですね。で、あと趣味で乗る人であれば、まあ、むちゃくちゃ暑い昼間の時間帯を下げてね、早朝とか夜間に乗るっていうのがいいかなと思います。はい。というわけで、真夏の暑さ対策ということでお届けしました。この動画気に入っていただけたらいいねお願いします。また今度もこういった感じでグッズの紹介動画だったり、あとはねちょっとまあ別の企画も考え中だったりするので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。